教法13年3月27日に、越後長岡藩の長岡城下で起こった大火災で、長岡藩史上最大の火事とされる。この火災により長岡城をはじめ城下町の大半が消失した。教法13年3月27日午後5時頃に、長岡城下柳原町において出火。三蔵という人物が、 セッタのことが原因で門左衛門という人物と喧嘩し、山蔵が門左衛門宅に放火したことが原因であった。侍屋敷278軒、足軽屋敷12軒、町屋1251軒、寺院8火事、神社1社が全焼し、火は風に乗って田畑を隔てたけさ城町にも飛び火した。また、長岡城は本丸から外極林に至る。 城郭すべてが全焼する。火災は28日朝に沈下し、放火犯である山蔵は家計に処された。全焼した長岡城の再建は、幕府から七千両を借用して行われ、法歴4年に再建完了するまで26年の歳月がかかった。また、この火災により、反省初期から悪化していた犯罪性はさらに悪化し、 藩士からの藩地刈り上げが行われ、藩士の次男以下の子息を、藩士として召し抱えることを禁止する霊達が出された。元来、長岡城下は、米山おろしという西南風が猛烈な大風を目期することがあり、出荷元である柳原町は、先手町や同新町とともに、この風の影響を受けやすく、一般的に出荷が警戒されている地域であった。ありがとうございます。